こんばんは、ひろかわです。で、100円ローソン行って大量に買ってきました。で、ホットスナックコーナーに新しくなんか春巻きにチーズと か, なんかピザが入ってるやつ、なんかピザスティックとチーズスティックみたいなのが出てたんで、ピザスティック買ってきました。私レジで間違ってピザポテトスティックって言って店員さんがちょっと戸惑ってました。なんでかポテトとしては見た目は完全に春巻きですね。で、中にピザソース入ってるかな。いただきます。うん、美味しい。うん、チーズ入ってるのかな。あのコンビニとかで売ってるあのピザマンのやつからチーズとお肉感を引いたやつって感じですね。だから春巻きの皮がパリパリでなんか食べ応えあってる。うん、これ美味しいです。いや、今日結構大量に買ってきたんですけど、もうあと1週間しかないんですけどね。紹介します。まずピザつながりです。ピザマン、前に買った肉まんは冷蔵コーナーにあったんですけど、これは普通にパンコーナーにあったバリューラインのピザマン2個入りです。これは2個入りっていうのもあるのでちょっと期待できるかなと思います。ちなみに作ってる会社は山崎製パンです、うん、期待持てます。あとこれもね、これもえっと思ってこれ100円です。このままね、この袋のまんまレンジでやって、作れるスープですね。他にミネストローネとコンポタージュありました。私会社で同じような商品を売ってて、すごい美味しいんですよ。だいたいこういう袋のままチンしていいスープって外れがなくて、で裏見てもニチレイフーズだったんで、バリューラインではあるんですけどニチレイフーズだったんで間違いないかな。でこれは今日のこれから食べる夕飯に20円引きのマカロニサラダ、20円引きのコーンサラダ。でこれはね、気になってたカルビーがチップスターみたいなの出すよっていうのを聞いてはいたんですけど、まさか100円ローソンに売ってたんで買いました。これもしかしたらじゃあ普通88円とかそういう感じなのかな、ちょっとわかんないですけど。でこのサラダ用の、ドレッシング、大根おろし、これは、後日作るための料理の肉、ひき肉。これなんかなんとなく美味しそうな雰囲気出てたんで、3種のチーズインカレーコロッケ、100均にしてはなんかいい感じの、こだわってる感じになってきました。これはサバの竜田揚げ、なんか同じようなやつ食べたことあるんですけど、だいたい普通に美味しい感じなんです。でこれも前に買ったことあるひじきときんぴらのやつの20円引き。なんかね、今日なんか20円引き、50円引きとか書いてあるとなんかつい手に取っちゃうみたいな感じですよ。もうごぼう巻き、そのままでも食べていい。あと50円引きの食パン、完全に節約してる人みたいなのが出てます。でこれは今飲みたかった北海道飲みヨーグルト、これもバリューラインでホワイト食品工業というところが出してますね、うん、で最後にこれが一番欲しかった卵は、ね、ないと。以上です。こんなに買っちゃって大丈夫だったんでしょうか。じゃあとりあえず夕飯にしたいと思います。はい、じゃあいただきます。完全にね、盛り付けたらなんとなく美味しそうに見えるっていう、そういう夕飯です。
昨日なんですけど、友達と占いに行きまして、で別々に占ってもらったんで、待ってる時間があって友達を、でその間に私クレープ食べたんですけど、後々考えて、あれ別に食べなくても食べてもどっちでもよかったのに食べちゃったから、食費から引こうと思いました。はい、交際費なんだけど一人でいて一人の時に食べたから食費から引きます。豪店ごぼう入ってないんですけどこっち入ってるんですけど、ごぼう味とかじゃないよね。ごぼうこっち入ってますね。こっち入ってない。夜明けの地平線っていうのと鉄火団っていうのがいるのかな。で主人公は三日月っていう子で、どっちなの、鉄火団なのか。ガンダムは状況を把握するのにちょっと時間がかかっちゃうんですよね。こっちはごぼう入ってますね。今日はねほぼ何もしていません。昨日アプリで見たら私2万歩近く歩いてまして、なんか気がついた体はもう疲れてたみたいで、家帰ったらすぐ寝ちゃったんですけど、今日は今日であのレディースデーになってしまいまして、お腹がちょっといたたたたと思ってそのまま寝ちゃったんですけど、もう起きたら夕方ぐらいで、で今って感じですね。はい、というわけでごちそうさまでした。あと1週間でだんだんゴールが見えてきたんですが、最後までどうぞよろしくお願いします。じゃあまた。